山本博之は、日本の現代音楽の作曲家。山形県生まれ。東京芸術大学作曲家卒業。同大学院修了。作曲を、近藤譲ると、松下校に指示。岩手大学教育学部准教授を務め、現在、愛知県立芸術大学音楽学部作曲コース、教授。第58回日本音楽コンクール第3位。 コーラム91入選、ガウデアムス国際音楽週間94入選、ゲンオト作曲新事務所、BMW ムジカビーバ作曲賞第3位、イサム世界音楽の日々入選、竹光徹作曲賞第1位、第13回、芥川作曲賞ほか、様々なコンクールや、音楽祭に入賞、入選。2002年第51回神奈川文化未来賞受賞。 インターネットを用いた情報発信を1990年代から始め、現在も継続している。作品は、デヌベル・アンサンブル・モダン、アンサンブル・コンタンポラン・デ・モントリオール、トリオ・フィベノッチ、ニーブ・アンサンブル、バイエルン放送公共楽団、ルクセンブルク管弦楽団、東京・フィル・ハーモニー公共楽団など、国内外の演奏団体により演奏、放送されるほか、作品移植も多数。 1990年より作曲家集団、テンプスノブムを、鈴木春行田中吉氏、田村文章らと結成し、独自の活動を展開している。読売年間2016年版、P527。ありがとうございます。